と人霊現象が起こったら、嘘の BS 特番で呼び出された若手芸人が楽屋でスタンバイしていると心霊現象が次々と発生。では早速、次に仕掛けたドッキリをご覧ください。全く売れていない次は全く怪しむことなく楽屋へ。それでは早速、パニックオーディションスタート。まずはこちらの椅子とマネキンが倒れます。いや、ちょっとヤバいかもと完全に思わせたところで、今度はおなじみのこのお化けでビビらせます。あれっけ、今に始まったことちゃうでしょ。東京見聞録、見聞録の番組がないです。俺らレベルのタレントでそれやりますよ。